零零零零ジャパンの概要図零零零零ジャパンとは日本における大規模災害時に情報収集や安否確認などを支援するために無料で提供される公衆無線 LAN アクセスポイントのサービスセット式別し日本国内の無線 LAN に関係する企業で構成される無線 LAN ビジネス推進連絡会が主導となってサービスを提供している。キャッチフレーズは 命をつなぐ00000ジャパン、東日本大震災発生時、4G をはじめとする通信回線の復旧が遅れたことを契機に取り組みが始まった。原則として、ドコモ Wi-Fi や AU Wi-Fi スポット、ソフトバンク Wi-Fi スポットといった通常ドキは利用者が契約者に限定されるアクセスポイントを臨時で認証なしに利用可能にするものであるが、 必要に応じて避難所などに臨時で設置されるアクセスポイントもこの SSID にて接続可能となる。2016年4月に発生した熊本地震で初めて自運用され九州全域で5万5千カ所のアクセスポイントが提供された。名称の先頭に0000がついているのは SSID 一覧の中で探しやすいようにするためである。またジャパンは 海外からの救援者にも理解しやすいように配慮したものである。アルファベットの J と電波をかたどったロゴマークが用意されており、無線 LAN ビジネス推進連絡会の会員のみ利用できる。スマートフォンやパソコンなどの無線 LAN 接続画面から 0000JAPAN 00を選択するだけで利用できる。利用登録は必要なく ID やパスワードの入力も不要である。 緊急時の利便性確保を優先しており、暗号化は施されずに無料開放されているため、接続しやすい反面で、第三者に通信内容を傍受される恐れがある。そのため、ログイン ID やパスワード、個人情報などを含む通信は、控えるか、HTTPS 通信や VPN などを利用して、セキュリティを確保する必要があるとされている。 ワイヤーワイヤレスが提供するアプリ、ギガ像には、レイレイレイレレジャパン利用時に、無償で VPN 接続を利用できる機能が存在する。レイ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 ジャパンを語る、偽のアクセスポイントが登場する、可能性を指摘する声もあり、利用者が注意する必要がある。対策として、避難所運営者による告知の有無や周囲に、キャリア3社の Wi-Fi スポットのステッカーなどが、 掲示されているか確認することが挙げられる。また、偽のアクセスポイントに意図せず接続してしまうことを避けるため、レイレレレジャパンへの自動接続をオフにすることも推奨されている。レイレレレジャパンの開放を計画する事業者等は、あらかじめ申請書を無線 LAN ビジネス、推進連絡会に提出し、そのチェックを受けなければならないとされている。また、 公衆無線 LAN を0 00 0 0 0ジャパンとして一般開放する事業者や個人等に向けて公衆無線 LAN の無料開放に関するガイドラインや災害用統一 s s i d 0 0 0 0ジャパン参加資格などが公開されている参加基準は連絡会の会員と非会員によって基準が異なる参加資格では技術要件が以下のように定められている 無線 LAN ビジネス推進連絡会の会員については、努力レベルの事項も適用することが望ましいと、されている。参加資格では、無線 LAN ビジネス推進連絡会の会員以外が、提供する場合に関して、以下のような要件が定められている。バッファローのエアーステーションプロシリーズなど、一部の Wi-Fi アクセスポイント製品では緊急時に、パスワードなしで、 アクセスポイントを開放する機能を備えた製品もあるが、この機能を利用して開放する際には、開放された無線 LAN からはインターネットのみが利用可能であり、社内 LAN への部外者のアクセスができないことを事前に確認しておく必要がある。2021年2月現在、以下の事業者が参加している。ありがとうございます。